あれ処理水ですが、まあ、正確な情報発信ということですが、まあ、発信してこなかったということもたくさんあったと思います。例えば2018年8月、東電の説明会の資料の中で基準を満たしているデータだけが示されましたが、まあ、これ共同通信はじめメディアの報道でトリチウム以外の放射性物質も基準を超えて残留していることが示されました。でここで確認させていただきたいんですが、まあ、現状ですね、現在タンクに溜められている水の約7割、まあ、正確には 67% でトリチウム以外の62の放射性、各種の、濃度が全体として基準排出基準を上回っており、これ最大値で基準値の2倍近くだということ、これ政府としても現状その通りだということでしょうか。ご確認させていただけますか。でまたもう一個、そこではですね、タンクに残留しているこれらの放射性物質の総量が今示されていないという指摘があります。なぜこれ総量が示されていないんでしょうか。お答えください。まず先ほど経済的影響への質問について、中国への旅行のキャンセルと発言いたしましたが、正しくは日本への旅行のキャンセルでありますため訂正させていただきます。福島第一原発の処理水のタンクにはトリチウム以外の放射性物質が規制基準を超えて存在する水も貯蔵されていることは承知しています。いずれにせよこれらの基準を満たさないタンクの水についてもトリチウム以外の放射性物質が規制基準を満たす水準となるまでアルプスで浄化を行った上でトリチウムの濃度を国の規制基準の40分の1、WHO が定める飲料水基準の約7分の1である1500ベクレルリットル未満になるよう希釈して海洋放出することとしています。総量につきましては経済産業省にお尋ねいただきたいと思います。東電が詳細な放射線の測定を行っているのは3つのタンク群のみで、現在タンクの水全体の 3% 弱に過ぎない。また他のタンク群については放出前に順次測定ということでいいかということと、それから政府が再三30年後に廃炉完了と発表してまして、これをメディアが報じております。デブリはですね、いまだにまだ取り出しができておらず、まあ、今年度後半に、スプーン小さじ1杯数グラムを、まあ、自動ロボットのようなもので取り出せるか否かということで、3機、880トンのデブリ、これが果たして30年後にですね、すべて取り出せるということなのか、2051年までにはすべて完了するというのは、これ全くの根拠のない政府側の発信ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。まず先ほども申し上げましたけれども、基準を満たさないタンクの水についてもトリチウム以外の放射性物質が規制基準を満たす水準となるまでアルプスで浄化を行った上で、トリチウムの濃度を国の規制基準の40分の1、 WHO が定める飲料水基準の7分の1であるリットル当たり1500ベクレル未満になるよう希釈して放出するということでございます。詳細につきましては経済産業省のお尋ねをいただきたいと思いますが、国が定めた中長期ロードマップに基づき2041年から2051年の廃止措置完了を目指し取り組みが進められています。福島第一原発における燃料デブリの総量は国際廃炉研究開発機構の試算によると約880トンと推計されていますが、その取り出し作業は世界的にも前例のない困難な取り組みであります。このため作業を進めながら徐々に得られる情報経験に基づいて柔軟に方向を調整するステップバイステップのアプローチで進めています。引き続き中長期ロードマップに基づき国も前面に立って安全かつ着実に取り組みを進めていく考えであります。関連です。はい、そこなんですけれども、処理水政府が再三繰り返していますが、正確に言えば、まあ、処理されているがトリチウムやその他の放射性物質が残留している水、必ずしも処理水といっても全てが取り除かれたものではないという理解でいいですよね。そしてその海外ではこれを汚染水と、まあ、中国以外の海外メディアが訳するときもそのように訳されております。まあ、こういった発信についても海外からは疑問視する声があります。その点どうかという点と、それから中国の理解を促したいということですが、おそらくこのままいくとですね、海洋放出をやめなければ
水産物の全面禁輸というのは止めな、やめないのではないでしょうか。まあ、昨年871億円、日本の全体の水産輸出の2割を中国が占めていたということで、これ非常に大きな経済的打撃を国内の漁業の方たちが請け負っております。これやはりですね、放出をやめなければ中国は止めない可能性があるとするといかがするのか。いろいろ調べましたら、海洋放出だけ以外にも大型タンク貯蔵案やモルタル国家処分案等々が、まあ、市民団体やその技術者の方たちからは提案されています。しかしこれが全く議論されてこなかった。で、結果としてこのようなことになってしまっている事態を農水大臣、想定外だったとおっしゃっています。まあ、想定していないということはあまりにも政府として危機管理対応に乏しいと思うんですが、この点どういうふうに解決していくつもりでしょうか。アルプスによりトリチウム以外の放射性物質について規制基準値を下回る水準まで浄化した水をアルプス処理水と呼称しています。なお、取り残されたトリチウムについても国の規制基準の40分の1、 WHO が定める飲料水基準の約7分の1の濃度まで希釈した上で海洋放出することとしています。2021年4月の基本方針の決定以降、地元の方々や国際社会への丁寧な説明や情報発信にも取り組んできています。アルプス処理水の海洋放出にかかる日本や IAEA の科学的根拠に基づいた取り組みに対し、幅広い地域の国々から理解支持の表明が行われ、国際社会の正確な理解が確実に広がりつつあると考えています。今後とも科学的根拠に基づき、高い透明性をもって国際社会に対して日本の取り組みを丁寧に説明し、適切な理解がさらに深まるよう努めていきます。一部に見られる輸入規制等の動きに対しては、あくまでも科学的根拠に基づき早期撤廃するよう求めていくとともに、水産物等の国内消費の拡大、国内生産の維持、新たな輸出先のニーズに応じた加工体制の強化、新たな輸出先の開拓等の対策を講じる考えであります。先ほど聞いたデブリ完了に関してもステップバイステップという言い方をしましたが、とても30年で880トンの、デブリが取り除けるということは何一つその証明できるものが現状ないんじゃないでしょうか。すると海洋放出というのがすべてのデブリ取り出し完了までやり続けなきゃいけないとすると、果たしてこれ2051年までに終わるのか、終わらないのではないのか。そうするとですね、やはり今政府が強行した、今回の、排出ということでなく、先ほど言った大型タンク貯蔵案やモルタル国家処分案等々の放出しないというやり方も今後考えていかなければ、世界的にはなかなか、これ理解していただいている国が増えているという一方で、やはり不安な国が、タイなんかでも規制をかけていたり、韓国では5万人のデモが起きています。ということで海洋放出ありきで続けていくことには限界があるんじゃないかと思うんですが、代替案について今後議論したり検討していくということは考えないんでしょうか。先ほど申し上げたとおりでありますけれども、廃炉に関しましては国が定めた中長期ロードマップに基づき取り組みが進められていると承知をしております。詳細に関しては経済産業省にお尋ねをいただきたいと思います。申し訳ございません。この後の日程がありますので、あと2問でお願いいたします。